ママ、これから日本での生活が始まるんだねそうよマイキー私たちこれから日本での生活を始めるのよそうだこれからは日本人として生活していくんだよ <laughs> <laughs> マイキー朝ごはん食べなさいうんママ 僕朝ごはんを食べるよ。そうだマイキー。お前は朝ごはんを食べるんだ。朝ごはんを食べたら歯を磨くのよ。そうだマイキー。朝ごはんの後には歯磨きをするべきなんだ。磨かなかったらどうなるのとても口が臭くなるのよ。そうだ。歯磨きをしない子はとてつもなく口が臭い子なんだ。歯磨きが終わったらすぐに学校に行きなさい。初めての学校だ。ワクワクするだろ、マイキー。今日は日曜日だけど学校はあるのそれは行ってみないとわからないわ。いちかばちか行ってみるんだ。 それが大人への第一歩だよーし日曜日だけど学校に行くぞ行くぞやっぱり学校休みだったよ当たり前よそうだマイキー日曜日ってのは何でもかんでも休みなんだねえママどうしてさっきから僕に水をかけるのママがこっち向きに水をまいてるところにお前がいるからよそうだマイキーママは日曜日に水まきをするそれがママという人なんだそう ママ、日曜日って水がかかる日なんだね。水がかかることと日曜は全く関係のないことなのよ。<laughs> <laughs> ねえパパ、明日日本の遊園地に行ってみたいな。残念ながらそれは日曜日にすることだ。 明日は月曜日だからダメだね。じゃあ月曜日は何をするの歯を磨いて学校に行くのよ。じゃあ火曜日は歯を磨いて学校に行くんだ。毎日同じだね。同じことの積み重ねが大切なことなのよ。積み重ねないとどうなるのとてつもなく口が臭くなるんだ。そうか <laughs> <laughs> 危うく遊園地に連れて行かされるところだったな。ほんと。 危なかったわ遊園地に行くなんてとんでもないことだ遊園地に行くととんでもなく疲れてしまうから遊園地に行って楽しいのは子供だけなんだこれからも遊園地に行くことはごまかし続けなきゃママただいまお帰りなさいマイキー 早速今日学校で会ったことをじっくり聞かせてちょうだい先生が家に来るって言ってたよもう何ですってマイキーあなた一体何をしでかしたの僕は何もしでかしてなんかないよ嘘おっしゃいああなんてことかしら転校して早々マイキーが問題児になってしまうなんてあなたどんな悪いことしたの違うよママ先生は家庭訪問で家に来るんだよなんだそうだったのママ安心したわ ちょっっと待って家庭訪問ってことは先生が家に来るってことなのよマイキーそう言ってるじゃないそれはとても大変なことなのよパパにすぐ連絡しなきゃママの電話で急いで帰ってきたが一体何が起こったんだいあなた大変よそうだパパが仕事を途中でやめてまで帰ってきたからにはとても大変なことなんだろうね先生が家庭訪問で家に来るんだよ何 それはとてつもなく大変なことだぞ。でしょマイキー、どうしてそれをもっと早く言ってくれなかったのだって今日先生に言われたんだもん。言い訳するんじゃないの。そうだ、言い訳するんじゃない、マイキー。ああ、どうしたらいいのかしら。マイキー、先生の好きな食べ物って何そんなの知らないよ。それくらいのことを知らないでどうするんだ、マイキー。お前の先生のことだぞ。先生はお構いなくって言ってたよ。そんなの本気にしちゃダメ。先生はそうやって、私たちを試しているのよ。そうだ。 それが彼らのやり口なんだ。私たちの家庭がどれほどの生活をしているか調べに来るに違いない。パパ、とにかく慌てましょう。そうだな。もう時間がない。慌てるだけ慌てよう。私、これからすぐに美容院とエステに行くわ。よし、パパも一緒に行くぞ。あなたが行ってどうするの私だって先生に好印象を与えたいじゃないか。君一人の勝手な行動は許さん。でもそんなこと言い争ってる場合じゃないでしょそれじゃあ争いをやめて、二人で慌てて行こう。 後のことは頼んだぞ、マイキー。ーどうしてパパもママもそんなに慌てるんだよ。だって時間がないのよそうだぼやぼやしてると先生が来てしまうんだぞそんなに慌てなくて大丈夫だよ先生が来るのは来週だよあらもうなんで早くそれを言わないのこの子はなんで早くそのことを言わないんだお前は僕、先生が今日来るだなんて一言も言ってないよということは、ママの早がてんってことかということは、パパの早がてんってことね。 いいかマイキー。慌てるとこういう風に損をするんだぞ。うん、わかったよ。慌てると家族が仲悪くなるんだね。うん、そういうこと。 今日日はマイキーののの先生の家庭訪問の日ねそ,うなんだそのために私はわざわざ会社を休んだんだそろそろ先生の来る時間だよマイキーの先生って一体どんな人かしらそうだそれは聞いておくべき重要なことだとても楽しい先生だよそうだ先生はとても楽しい人のはずだそれがアメリカンスクールの先生というものなんだでもママちょっと不安だわママを不安がらせるということはとても悪い先生ということになるね先生だ来たな 来たわねあのー、どちら様ですかこの人が僕の担任のボブ先生だよはじめましてマイキーの担任のボブ先生ですと息子は申しておりますマイキーこちらはどうなったそうだマイキーこの人は一体どなたなんだあのねこの人はねご紹介をくれました私ボブ先生のママでボブママでございます はじめましてどうも、はじめましてボブ先生はとっても恥ずかしがり屋だからいつもボブママさんと一緒なんだよボブ先生に代わって私がお答えします今日は家庭訪問に来ましたお父さん、お母さん、よろしくお願いいたしますと申しておりますこちらこそあの、よろしく えっと早速なんですがうちのマイキは学校ではちゃんとお利口にしてますでしょうかマイケル君は大変真面目な良い生徒ですよすっかりクラスにも溶け込んでいますご両親の教育が良かったからでしょうと申しておりますそんなとんでもございません褒めすぎですよボブ先生ちょっと褒めすぎたかもしれませんと申しております まあ、先生ったら <laughs> おうちでのマイケルくんはいかがですかと申しておりますそれが先生勉強もしないで漫画ばかり読んでますのよ漫画もいいけどちゃんと勉強もしなさいと申しておりますうん先生 僕漫画読むだけじゃなくて勉強もするようんじゃなくてはいだろと申しておりますはいわかりました先生それではそろそろこの辺でお忙しいところお邪魔して申し訳ありませんでした失礼いたしますと息子は多分言いたいと思ってますのでこれで失礼させていただきますその,ママその通りだよママと申しておりますそれではさようならほらねとても楽しい先生だったでしょある意味ねある意味な <laughs> マイキーあなたのいとこがアメリカから遊びに来てるわ本当僕会うの初めてだねこの子よローラちゃんっていうの仲良くしてあげてねよろしく僕マイキーよろしくじゃあマイキーローラちゃんとここで遊んでてねはーい ローラちゃん、何して遊ぶこれくれるえ嫌だったらいいよ。い、いいよ。あげるよ。嘘よ。こんなのいらないわ。ああ、つまんないな。ねえ、何かして遊ぼうよ。何をダサいことは嫌よ。お土産屋さんごっこする何それ。ダサい。じゃあ、ママごとはあんたもっと気の利いたこと思いつかないのねえ、甘いもの食べに行かないダメだよ。ママにここで遊べって言われたもん。そんなんだからいつまでも子供なのよ、あんたは。 ああ国に帰ろうかな。 ローラちゃん、チョコレートケーキ好きわー嬉しいあたし大好きマイキーも食べなさい僕はいいよ。いらないならあたしがもらうわ。あら、ローラちゃん大人っぽい声ね。あらやだ、何これあんまり美味しくない。まあ、生意気な子ね。生意気って何よまずいものはまずいのよ。そんな口の聞き方は許しませんよ。やってらんないな今日は疲れたからこっそり帰ってきてしまったんだが、このテーブルに足を投げ出している行儀の悪い子は誰だいあなたの名のローラちゃん ローラちゃんか大きくなったねそりゃ月日が経てば大きくもなるわよ随分生意気な口の聞き方をする子だねローラちゃんおじさんに向かってそんな口の聞き方するんじゃありませんよじゃあ何お勤めご苦労様肩でも重みしましょうかとでも言えっていうのまあ口の減らない子ねマイキーあなたがこの生意気な子の面倒を見なさいえ僕が嫌だよ何を言うんだお前の大切ないとこだろ

楽しかったわ。ありがとう。じゃあこれからも仲良くしようね。いいわよ。仲良くしてあげる。いつまで日本にいるの飽きるまでいるわ。え何よ。今嫌がったでしょ。いや、別にそんな。いいや、嫌がった。嫌がってないって。嫌がったくせに。ああ。すっかり仲良くなったみたいね。かよかったな。<laughs> 嫌がった。 お買い物に行きましょううんママ僕はお買い物に行くよ一人でお買い物に行くのはとても偉いことだわえ僕一人で行くのそうだマイキーお買い物はお前一人で行きなさいわかったよじゃあ何を買ってくればいいのきゅうりと洗濯バサミとさんまとお米5キロとカメラのフィルム24枚そんなの一度に覚えられないよダメよマイキーこのくらい覚えなさい紙に書いてよダーメ覚えなさい じゃあもう一回だけ言ってよキュウリと洗濯バサミとさんまとお米5キロとカメラのフィルム24枚撮りとビール6缶パックとママがいつも読んでる週刊誌を買ってくるのよ分かった全部あるじゃないあるからって買わなくていいってことはないんだぞそうかじゃあ覚えてるうちに行ってくるよ行ってらっしゃいちゃんと買い物に行けるんだろうか私が様子を見てこようまずキュウリだね八百屋さんは近くにあるから簡単だあったぞ八百屋さんだ きゅうりを買うぞきゅうりを買ったぞ偉いぞマイキー次は何だったっけ思い出せないぞどうしたマイキーママに聞いてみようそれじゃダメだぞマイキーあらマイキー早かったわねあら何にも買ってないじゃないのきゅうりを買ったよきゅうりを買ったからっていちいち戻ってくるんじゃないのよ他のが思い出せないよダメよ思い出しなさいうーんと洗濯機だ洗濯機なんて持てるはずがないでしょう洗濯バサミよそうか 洗濯ばさみってどこで売ってるのかなうーん、わからないな。スーパーに行けばいいんだ、マイキー。タバコ屋には売ってなかったぞ。当たり前だぞ、マイキー。お風呂屋さんにもないぞ。何やってるんだ、マイキー。間違って京都にまで来てしまったぞ。私も京都まで来てしまったぞ。ねえ、ママ、洗濯ばさみってどこで売ってるの自分で探すのよ、マイキー。難しいよ、ママ。しっかりしろ、マイキー。イライラするぞ。ねえ、教えてよ、マママ。自分で考えなさい。 ないとお前はいつまでたっても成長しないわねえ教えてよ教えてよやめよマイねえお願いだからマイキーこんな簡単なこともできないのかこれらはみんなスーパーで売ってるんだやっぱりパパついてきてたんだね何知っていたのかおかげで安心して旅行ができて楽しかったよマイキーお前も大人になったな <laughs> <laughs> マイキ <laughs>